こんにちは、ライムです。早速前回の続きからやっていきましょう。前回あれかな、帰ってきて、シードに無事昇格して、就任パーティーに、まあ、行こうじゃないかというところで着替えたところですね。あ、似合う似合う。じゃあパーティーにゴー。はい、セルフィーはやっぱパーティーの中のムードメーカー的なね。まだ酒いいのかな、酒は飲んでいい、いいっていう感じなのかな。日本の法律で当てはめちゃいけない感じかな。お、よースコール。へへ、これからお互いシードだな。ま、これからもよろしく頼むわ。しかと安定のしかと、ハッシードになっても相変わらずってわけだ。まあお前らしいわ。じゃあまたな。あ、ゼル、ねえねえ、ゼルも学園祭実行委員に。あ、俺用事思い出した、用事。またな。ふぅ。ね、学園祭実行委員ならない？時々手伝ってくれるだけで OK。ね？む、仕方しよう。な、セルヒー分かってるのか、無反応だったね。お、ここで運命的な出会いか。うわー、やっぱ綺麗になったね、リマスター。君が一番かっこいいでね。踊ってくれない？しかし リノは白いな、体。どんだけ白いんだよ。もしかして好きなことしか踊らないってやつ？私のことが好きになる、好きになる。これやばいよね。ほんとリーノは好き嫌い分かれるよね。ダメ？これは好き嫌いほんと分かれるキャラですよ。踊れないんだ。大丈夫大丈夫。知り合いを探してるの。一人じゃダンスの輪に入れないからね。嫌いな人はほんと嫌いだよね、リーノは。これから僕もリーノはとかセルフィーのね、セリフをさ、実況して行かなきゃならないってところがそこ考えてなかったんだよね、エイト実況する上で。スコールがこんなあたふたしてるのなかなか見られないかもしれない。何気にセンターっていうね。スコールは強引なタイプの方がいいのかもしれない、やっぱり。お、キスティス。私服だね。ほんと成績優秀よね、あなた。さっきのダンスも満点よ。しかと。あ、いた。おかげさまで。
何か用か。知らない女の子とは踊るのに、私とは一緒にいるのも嫌なの。悪かったな。でもあんたはここの先生で、俺はあんたの生徒だろ。先生が自分のそばで黙っているのは嫌な気分だ。確かに。確かに。それは嫌だね。自分に置き換えると確かに嫌だ。ほんとね、私もそうだったわ。すっかり忘れてた。これから大丈夫なのかな、私。命令を伝えに来たの。あなたは私と一緒に通称秘密の場所へ行きます。消灯時間過ぎてから生徒たちがこっそり会って話をするところよ。訓練施設を越えたところにあるの。そこで何をするんだ。規則違反だから部屋に戻れってみんなに言うのか。俺はそんなのは嫌だからな。風紀委員にやらせろよ。めっちゃ笑ってる。私服に着替えたら訓練施設入り口集合。いい、これは私の最後の命令よ。あれ、会話ない。どこに集合。最後の命令。まあいろいろあるわけよ。なんだキスティス、教師辞めるとかそういうことだっけ。私服で訓練施設、一体何の任務だ。このシードの服、結局着てることってほぼないんじゃないかな。なんか基本スコールやっぱこの私服のイメージが強い。で、訓練施設といえばあれだね。アルケオダイノスか。アルケオダイノスが出たところですな。お、早い。やっぱり早い。どこだっけ？訓練施設以外の出入りは禁じてる。逆に訓練施設は行っていいっていう謎っていうのは謎だけどね。ここだけ空いてるんだ。いた。行きましょうか。キスティス。もうジャンクションした方がいいんだよね。これキャラ変わるたびにジャンクションし直すのちょっとめんどくさいな。ちょいとめんどくさいぞ。セルフィーがジャンクションしてる。ちょっとめんどくさいなこれ。いちいちこれするのめんどくさいね。なんか付け替えとかできればいいんだけど、まとめてできたらよかった。意外と、なんだろう、キャラ替えが多い。意外とキャラ替えが多いぞ。これどうやってガーディアンホース外すんだこれ。よし、行きましょう。積極的にカードにしていって、あとキスティスにドローとかさせたいですな。多分この雰囲気は普通にボス戦に入るんじゃないかなと思うんで。近い、近かった。なんかこっちに落ちてなかったっけ。何かが落ちていた気がする。雑魚敵が、あ、出た。何？あ、こいつらか。先制攻撃された。で、キスキスでカード化すると、ミス。寝たよ。そっか、あれだね、睡眠耐性とかもつけられるんだ、あのステータス防御で。だからスリプルは、ま、一応ドローしといた方がいい気がするな。もうこいつらを眠らせることにした。
お、寝た。あ、キスキスも寝てる。キスキスは起きろ。キスキスは起こしたい。よし、オッケー。とりあえずこれでジャンクション100個は集めたので、ん、装備できない。ステルス防御装備できない。とりあえず精神アップさせておこう。あ、ここだね。ここで、ブライン今 9% ですけど、これか。お、すごい。スリップ 100% とかになる。S なんか強い。まあ、ブライン100個持っときゃよかったな。やっぱアタッカーはブラインだよね。どちらかというと。ブライン欲しい。ブライン欲しいぞ。ブリザード。うわ、出た。逃げろ。あ、先制攻撃。それはやばい。アルキオダイノス。スコール気をつけて。手強いモンスターよ。勝てそうもない相手から逃げることも大切。いや、まあ無理。まあ無理。なんで訓練場でアルキオダイノス。これ絶対だから、あの前も言ったけど、絶対食われてる人いるからね、絶対。100% いる。食われてる人。イベント発生ですな。これ前行けなかったところかな。わお、イチャイチャしてる。ここ久しぶりだわ。めっちゃイチャイチャしてると。あ、ここあれじゃないか。有名なシーンじゃないか。ここ例のあれが出てくるとこじゃないか。おい、沈黙が長いぞ。何時かな。真夜中過ぎだ。ああ、この意味深の沈黙、何、いい雰囲気を作ろうとしてる。私、キスキストリープは、ただいまをもって教官じゃなくなりました。これであなたと同じシードよ。一緒に仕事することもあるかもね。そうか。それだけ？そう決まったんだろう。だったら従うしかない。沈黙なわけ。私、教官失格なんだって。指導力不足だって言われた。失格なのか。ダメだったのか。自主的に辞めたんじゃなくて失格だったんだね。まあ教え子がスコールとかさ、サイファーだからしょうがないけどね。15歳の時シードになって、17歳で教官の資格を取ったの。すごいな。それからまだ1年しか経ってないのに。え、そうするとキスティスってまだ18歳ってこと？高 3？ 何が悪かったのかな。いろいろ頑張ってきたんだけどね。ね、聞いてる？話はまだ続くのか。そういう話は嫌いなんだ。他人の不満や不安、そんなこと聞かされても俺には何も言えないだろう。何か言ってもらおうなんて思ってないわ。話を聞いてくれるだけでいいのよ。
だったら壁にでも話してろよ。最低。出た出た。これがリマスターの画面で見られるとは。ふぅ、綺麗な壁にでも話してろよだね。ふぅ、いやー、乙女心分かってないな。あなたには誰かに自分の気持ちを聞いてほしい時ってないの？残念イケメンだぞ。自分のことは自分でどうにかするしかないだろう。俺は他人の荷物は持ちたくない。これがですよ、物語が進むにつれ指導力不足、共感失格、なるほど、納得かな。徐々にスコールの心にも変化があってやつですよ。まああえて、まあ、ここまで分かりやすいキャラにしてるんだろうけどね、キャラ作りとして。あ、戻れない。ちょっとあそこ行きたかったのに戻れない。まあいいや、とりあえず帰りましょう。いやー、普通のラブコメだったらあそこでかなりいい雰囲気になっていたはずなんだけれど、しつこい。ん、なんだ、キャー、キャー、姫、行くわよスコール今スコール遊んだ一瞬。わ、なんだなんだなんだ、見ないモンスターだ。スコール、キスティ、キスティって呼ばれてんのこの人。おお、ちょっとね、あの回復させてほしい。ボス前はね、あの回復ぐらいは。うおー、なんかいっぱいいるぞ、なんかいっぱいいる。なんだこれ、放つ、確か多分プロセスかシェル、シェルだ。シェルはドロー、あれだね、持っておきたいな。うわ、そういう感じ。お、プロテス、プロテス放つ。ダメージ半減だよね、物理ダメージ半減だと思うので、プロテスは買っておきたい。で、プロテスはぜひぜひドローしておきたいので、まずザコを片付ける。うん、ターゲット、うわ、うざい、画面動きすぎてうざい。うん、プロテス貼って正解だわこれ。よし、あとはドローし放題になったので、ちょっとドローしてくる。ターゲットがいまいちやりにくい。よっしゃ、ザコは死んだ。攻撃パターン変わったりすんのかな、飛んでるやつ。スコールが強い。ちょっと変わったかな攻撃パターン。
うん、まあそんなに強くはなかったかな。AP めっちゃくれるボス、もっとくれてもいい。なんだなんだ、ここは危険です。さあ行きましょう。わかったわ、誰。なになに、こんな人たちいたのか、バラムガーデンに。誰かしら、キスティスも知らない人。まあ、いっぱいジャンクション用の魔法が取れたので、これはありがたし、ありがたしだね。なんかに使えんのかな、プロテスシェル。お、体力やべえ、45、やばくね。プロテスやっぱ取って正解だったか、凄まじいぞ。体力がプロテスで精神が多分シェルだな。下がるし下がるけど、下がったけど。あ、こっちは体力にまだジャンクションできないけど、こういう新たな発見が面白かったりするね。なるほどね、これでキスティスめっちゃ硬くなったんじゃなかろうか。スコール、誰だって一人で生きてるわけじゃないんだから。えそんなこと誰が決めたんだ。尖ってるね。まあ思春期ですから、スコール言っても。だってスコールくんだってまだ10、スコールって16だか17ぐらいだよね。でこれどうすんの、どこ行くのこれ。寝ろってことかこれ。夜間の訓練施設以外の出入りは禁じている、戻りたまえ。そうだよね、特にすることないよね多分。早っ早っ、寝るか、とりあえず、とりあえず寝よう。お、いたいた、足早に部屋へ帰るスコールくん。まったく、どこ行ってたんだよ、探しちまったぜ。俺たち晴れてシードになったじゃねえか。でもって部屋がなんと個室に移ったってわけよ。お前の部屋は今までいたところのちょうど反対の場所だとさ。それを伝えてくれって言われてずっと探してたわけ。ありがとう。寝に帰るのだけクソ早いスコール君。もう寝よう。スコール、シード初仕事よ。私たちティンバー行くみたい。私服でカードリーダー前に集合。急げー。私服でいいのか。HP 回復してるよね。OK。なんかさっき HP、あ、なんか落ちてる。月間武器4、4月号。これあれだっけ ?FF8 って、これ確かあれだよね。なんかこの月間武器 3月号だか4月号がないと、強化できないんだよね。そうなんだよね、あの武器を買うシステムじゃなくて強化していくシステムなんだよね FF8 って。さあ出立だ出立だ。ん、ちょっと話聞いてみる。喧嘩してたじゃん。喧嘩そんなのしてないよね。ねえ、ふはー、やれやれ。まあ最初から心配してないけどね。ダメだ、聞く必要なかった、全然聞く必要なかったぜ。お、給料入った。お、初任給4000ギル。時間経過でもらえるんだよね。何時間で給料入るか忘れたけど。で、あ、この後ね、指導学園長からあれがもらえるんですよね。ディアブロス、ガーディアンホースディアブロスがもらえるので、しっかりゲットしておきたい。
あと1分。おーおお、すごい。すごい。すげえ、こんなのあるんだ。すげえじゃん。ナウシカ、あれ？なぜか今ナウシカ出てきたけど。キーボード忘れたのか。あ、すいません、これ便利なんですよ。キッズシードの任務にも役に立ちますって。役に立つかどうかは我々が決める。あ、没収されるやつ、没収だ。うわ、どっから来たか分かんないけど没収された。君たちはシードだが同時にガーデンの生徒であることには違いない。いや、シードだからこそ一般生徒の手本となるようにガーデンの規則に従わねばならない。わかったな。ゼル震えてるぞ。さて、初任務ですね。君たちがこれからティンバーへ行ってもらいます。そこである組織のサポートをすることが君たちの任務です。ティンバーの駅で組織のメンバーは君たちに接触する手はずになっています。その者は君たちに話しかけてくる。ティンバーの森も変わりましたねと。その時君たちはこう答えること。まだフクロウはいますよ。これが合言葉になっている。うおー、すごいすごい。組織の犯行っぽい。あとは組織の指示に従いなさい。いい、すごい。秘密組織っぽい。あの、俺たち3人だけ。そうだ、この任務は極めて低料金に引き受けている。低料金、本来なら相手にしないような依頼だが、まあそういう話はいいでしょう。さて、スコール、君が班長です。状況に応じて的確な判断を下すように。ゼル、セルフィ、君たちはスコールをサポートし組織の計画を成功に導くように頑張りなさい。てか、相変わらずセルフィはあれだよね、少しずれた、スカートの中が見えそうな服装だけど、これはあんま良くないと思う。あ、そうだ、スコール、これ忘れてました。呪われたアイテムですが、力のあるものが使えば大きな助けになるはずです。魔法のランプ。イエーイ。これ話しかけ、人はね、ちゃんと話しかけないとダメだよ、これ。ほんとね、FF8 はね、ドローしなかったら一生手に入らないかったりとか、そういうの全然あるからね、怖いよね。使うと恐ろしいことになる。必ずセーブしてから使うこと。行くぜ行くぜ、使っちゃうぜ、イエーイ、使っちゃうぜ。おお、出たね、ディアボロス。てか、欲求、やばいやばい、ジャンクションしてないんじゃない。やばい、ジャンクションしてない。これはやっぱセーブしてから、セーブした方がよかったわ。セーブ、何今ドロー失敗って。グラビジャ、割合ダメージだから、まあ やばいな。ゼルとセルフィーがドロー使えないのが痛すぎる。やばいやばい、なんか久々にデュエルやった気がする。あ、やばい、 S ナ打っちゃった。やばいやばい、無駄に S 打っちゃった。今ボタン連打で夢中になってたからな。ちょっと待って、あれ、ディアブロスってあるよね、通常攻撃あるよね。そうだよね、あるよね、あるよね。グラビで打つと、逆にグラビで打ってやる。あ、そうそう、グラビで敵に打つとなぜかケアルが使ってくるんだよね。これゼルがだからドロー使えないのが痛すぎる。
で、ストックしたグラビデじゃないとダメなんだよね、確か。今デュエルやるべきだったかな。あーゼルさんまあ死ぬと思ったけどさ。ドロー失敗って何？ああこれはさ、これはあれだよ。これは本当にさ、あのセーブしてからやるべきだったよ。学生寮でセーブしてきたんで。よし、ちゃんとジャンクションもしたので、万全の体制でセーブもしたので、よし、行くぞ、今度こそリベンジ。はい、ストックしてから、っていうか、ドローが失敗するのが、レベル差がありすぎんのかな、多分。ドローのシステムあんま覚えてないんだけど、多分レベル差がありすぎんのかな。ちゃんとドローで、ドロー失敗。マジで、成功しろよ。おう、グラビデでまあ HP をどんどん減らしていきましょうと。めちゃめちゃドロー心配するな。なんで？お、やっと釣れた。そろそろ普通に戦うか。
あと多分スコールの攻撃一発で倒せるんじゃないかな。長き眠りで我が力も衰えたか。うん、よかった、なんだか倒せてよかった。 G リターナー、ディアボロスのカード、 20AP。 ふぅふぅふぅ、勝てましたね。早速ジャンクションしておこう。ディアボロス魔力、開いてんな。ディアボロス見てみよう。エンカウント半減、 HP ジャンクション、暗黒コマンド、ブンドル使える、便利だね。エンカウント半減、時空魔法生成、いろいろできそうなので、これまあ一応 HP ジャンクションがとりあえず欲しい。はい、次時空魔法生成とか作りたいね。でとりあえず寝たいHP 回復したい。ちょっとね、話進める前にまだやってなかったカードゲームやってみようかなと思います。今イフリートとディアブロスのカードを手に入れて、まあ、若干手持ちが強くなったと思うのでやってみようかなと。まあルールは最初読み飛ばした感あるけど、要は数字が強いカードは勝つみたいなルールだと思うので、このね廊下を走る少年に一回挑んでみましょう。で、これなんだ？最初に自分が使うカードを出せ、これ手札かな？どれ使うかって、フォカロルフェイクが55枚とかあるけどこれは借りすぎたね。 AP 稼ぎですごい買ったんですけど、どれ使えばいいんだろう。わかんないな。ケダチクが結構強いんじゃないかな。ケダチク、うん、これでいいかな。手札が5枚か。先行ですね。え、これだからさ、相手に数字高い方取られなきゃいいわけでしょ。イフリートなんかここに置いちゃえば無敵ってことじゃない、ほぼ。そういうことだよね。 A ってなんだろう、ディアボロスの A ってなんだろう。ディアボロスの A が気になるけど、でこの場合だとケダ、これあれじゃない、グヘイスアイここに置いちゃえばかなり強いんじゃない。で、ディアボロスどこに置くかだよな。ディアボロスここかな。ああ、ケダチクが取れないんだけど、でもうどこに置こうがってやつだよね、これ。ここに置けばいいのか。お、なるほど、そういうことか。1枚でも取れば初期枚数でも勝てるってことだね。欲しいカード1枚。おお、なるほど、これでどんどん集めていくんだ。ライフホビドンが強そうに思える。エルヘルメル、おお、なるほど、こうやっていくのか、こうやってカードを集めていくのか。
ただこれややさ、ワン、ワンって、勝って1枚ずつもらえるっていうやり方なのか。これルールで、フル。フルってやつだと、勝つと全てのカードをゲットできるらしいので、カード集めが、だいぶ楽なんだよね。はい。ちょっと、他のとこでもやってみようかな。他の人たちと戦ってみるか。せっかくだし。怖いのでセーブしとく。イフリートとディアボロス取られたらもう終わりな気がするので食堂とか行ってみるか。ちょっといろいろ行ってみよう。カード勝負できる人とできない人がいるみたいなので、やばいやばい、動き方がやばい。センス、あ、門脇先生もカードバトルできるの。ライフフォビドン使ってみようか。これは左下に置けば強そうだね。ライフフォビドン、ディアボロスにグフェイスアイが、グフェイスアイとペダチクでいいかな。イフリートはね、イフリートはここに置きたいよね。うん、そうだね。イフリート相手もやっぱこっちの手札を見てるわけだよね。イフリートここに置いて、あ、なんだ、上のやつかっこいい、上のモンスターかっこいいんだが、上のモンスターかっこいいんだが、これ相打ちじゃない？相打ちの場合ってどうなるんだろう。引き分けってどうなるんだろう。あ、何も起こらない、何も起こらないんだ。引き分けだと何も起こらない。もう一回やろう。なるほどね。あ、先生の手持ち変わってるね。これランダムでやっぱり変わってくるのかな。うわ、取られた、初めて取られた。ライフホビドンが敵に回るとかなり怖いな、かなり怖い。グフェイスアイで取れるんじゃない。アルキオダイノス、アルキオダイノス、ここに置けば取れるんじゃない。よしよし、アルキオダイノス取った、いいぞいいぞ。あ、これケダチクで取れるんじゃね。いいねいいねいいね、いいぞ。おーし、よしよしよし、よっしゃ。これアルキオダイノスもらいたいよね。アルキオダイノス一番強いよね。おお、なるほど、こうやって進めていくんだね。なんか下に弱いな、下に弱い、下に強いやつ欲しい、下に強いやつ使いたい。下に強い、4が関の山なんだけど、これやっぱケダチクが、ケダチクやっぱ無難に使いやすかったりするな。トライフェイス欲しいな、相手が使ってるやつ。これさ、これライフホビでも置いても次取られちゃうよね多分。そう来るよね、そうだよね。
駆け出し君ここに置けば絶対取られないのか。あ、やばい。やばい、2しかない。次置いたらあいつに取られちゃう。ドローだな。これドローになっちゃうな。これ絶対ドローになっちゃうな。あー、なるほどね。そういうことか。カードゲームちょっと面白くなってきたかもしれない。カードゲームはちょっと面白くなってきたかも。やっぱ下に強いやつ欲しいな。あ、なんか一番下のキモいやつは欲しい。アルケオダイノス、なるほどね。そう来るか。ライフホビドンがそこなので、なるほど。上が、あー、アルケオダイノス置いても取られてしまうし、この場合難しいな。この場合難しいな。アルケオダイノスをここに置けば取られないんじゃないか。そうだよね。オッケー、勝った。なるほど。トライフェイスかグラナトゥム、置く場所考えたらグラナトゥム絶対強いし、でもあれか、あー、ケダチクの完全上位互換ぽい。トライフェイス取っておくか。これでケダチク卒業だぞ。よしよしよし、ケダチク卒業だ。あ、これ面白いかもしれない。カードゲーム面白いかもしれない。お、この人でも戦える。トライフェイスのここに置く安定感があるけど、敵があれ持ってんだな。これいいか、これ置くか。まあそう来るでしょうよ。でもディアブロスをここに、ここに置けば絶対取られないやつだ。あれ？上が2しかないので、このなんだこれ、なん SAM08G、 サム 08G 取っとく。やっぱフルはフルでやりたいな。ルールはフルで一挙全てを取るやり方でやりたい。シュー、グラビデ、カード好き、おわ強そう。鉄巨人とか持ってるこの人。鉄巨人強いね。鉄巨人早速トライフェイスの完全上位互換じゃん。この人強いわ。鉄巨人はぜひ奪いたい。これどれ出しても取られるんだけど。
斜めってのはできないもんね。左に7のカードがないので、イフリート、あ、そう、え、両方取れるとかあんのか、両方取れるとかあんのか、あ、やばいやばい、両方取れるとか考えてなかったそういうことできんの、そういうことできんのか、そうだよね、ドロー、カードで勝負、トゥリープファンクラブ会員1番、結構強めのやつ持ってるな。上から2番目のカード欲しいね。右、あ、トライフェイス、ここカード確実に取れるんじゃないか。下に7がいるのか、下に7がいるからダメだな。やばい、うち、僕のやつほんと下が弱い下が弱すぎた、下が弱すぎた。 6? ここか、ドロー。まあそんな感じですかね。うん、まあカードが意外と面白かったので、今度トレードルールをフルにしてからやって、カード変化ね、カード変化からいろんなアイテムとか魔法作れればかなりこれからが楽になると思うので、そう、こういう呪いの爪とかね、味方殺しの剣とか、こういうのが生成できるようになるので、これを使ってさらにね、そこから生命魔法とか作っていくとすごいことになりますよ。魔法が、上位魔法がすぐ作れるので、それで戦闘を楽にしたいなというところですね。まあ、これしかないんだよね、逆に低レベルクリアとか目指すのであれば。うん、といったところで今回の動画はここまでで終わりたいと思います。次回はストーリーを進めてティンバーに行くのかな、で謎の組織と密会を果たすというところです。次回もお楽しみに。それではご視聴ありがとうございました。